どこかの集落の写真と巻物に書いてあるような古い漢字の絵の画像データがあった。集落の写真は複数あった。しかしどの写真にも人の住んでいる気配はない。自然豊かな場所というよりは人間だけが消えてしまったような印象を受ける画像だ。古い漢字の絵のデータは1枚しかなかったが不思議な画像だった。絵の真ん中に男性がいて桶に向かって何かをしている。その周りでは人々が黒い影のようなものに襲われている。人々が失血している。影から攻撃されているらしい。風景に描かれている建物が先ほど撮影されていた集落の建物と似ている。まさか、これは現実に起こった出来事なのか。他の情報を調べたいのなら導入動画にある判定を成功させてください。